ケニー・ペリーは、アメリカ・ケンタッキー州、エリザベスタウン出身の男子プロゴルファー。1996年の全米プロゴルフ選手権と2009年のマスターズで、メジャー大会に2度の2位がある。彼はこれまでに、アメリカ PGA ツアーで14勝を挙げているが、そのうち41歳を過ぎてから11勝しており、男子プロゴルフ界でも遅咲きタイプの選手として知られる。 身長1 8 8トル体重1 0 0ラムの大柄な体格である。ペリーは父親の勧めで7歳からゴルフを始め、西県タッキー大学を経て1982年にプロ入りした。1987年から PGA ツアーのメンバーになり、1991年5月のメモリアルトーナメントでツアー初優勝を果たす。それから1994年の ニューイングランドクラシックと1995年のボブホープクライスラークラシックで優勝した。1996年の全米プロゴルフ選手権でペリーに最初のチャンスが訪れる。開催コースはペリーの故郷の地であるケンタッキー州ルイビルのバルハラゴルフクラブであった。ペリーとマーク・ブルックスの2人が1アンダーパーで並び優勝争いはプレーオフにもつれ込んだ。 14番ホールに移ったプレイオフの1ホール目でペリーはブルックスに敗れ、ここでメジャー優勝のチャンスを逃した。ブルックスにプレイオフで敗れた後、ペリーは長い低迷期を迎えた。41歳の誕生日の2日後、2001年8月12日にビュイックオープンで6年ぶりのツアー4勝目を挙げる。2003年、ペリーは43歳で年間3勝を獲得し、 5月末のバンクオブアメリカコロニアルとメモリアルトーナメントで2週連続優勝を達成した。その勢いに乗り全米オープンで3位に入賞する。続いて7月中旬のクレーターミルウォーキーオープンでシーズン3勝目を挙げ全英オープンでも8位に入った。こうしてペリーは2003年度のツアー賞金ランキングで6位に入り世界ランキングも8位に上昇して43歳にして 初の世界トップ10入りを果たした。その後もペリーは遅咲き選手として優勝を積み重ね、2005年に年間2勝、2008年に3勝を記録した。2009年のマスターズでペリーに13年ぶりのチャンスが訪れた。4月12日の最終ラウンドでペリーはアンヘル・カブレラと一緒に最終組を回り、16番ホールまで単独首位に立っていたが、 17番、18番ホールで連続ボギーを叩いてしまう。その結果、ペリーとカブレラとチャド・キャンベルの3人が12アンダーパーで並び、優勝争いはプレーオフにもつれ込んだ。プレーオフ最初のホールは18番で行われ、まずキャンベルがボギーで脱落する。2ホール目は10番に移り、ここでペリーは第2打のミスにより、ボギーとしたため、パーで終了したカブレラに、 マスターズ優勝をさらわれた。ブルックスに敗れた13年前の全米プロゴルフ選手権に続き、またもペリーはプレーオフでつまずき、48歳8ヶ月でメジャー大会最年長優勝者になるチャンスを逃した。2009年度は2月初頭の FBR オープンと6月末のトラベラーズ選手権で2勝を挙げている。ありがとうございます。